ドラゴンクエスト9星空の守り人、実況者は DL デダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。転職させてきましたよ。ここまで来た。お宝探しまで覚えた。あ、消費 MP2 もあるのか。もう9しかない。うう、 MP ないのか。じゃあんま使えないな。ミリアとダルを武闘家にさせて、まあ、貯めるっていう、これ覚えさせましたね。貯める。で、どっちかっていうと応援が欲しいんで、また旅芸人もやろうかなと思います。で、プラースとトラジャも、裏では転職させてますが、とりあえず戦闘を簡単に終わらすためにも、ここら辺は元に戻してきましたと。そっか、素早さ的に多分ダメなのかな。そうだね。本当はやっぱり貯めるじゃなくて応援の方がいいかな。貯めるだと自分オンリーだからね。ミリアを武闘家じゃなくて戦士に戻したら貯めるもありか。おお、あれなんでこんな強いのか分かった。常時魔法攻撃力が上がったんだ。極めたから。魔法使いを。魔法使いの魔法っていう欄を極めたから多分強くなったんだな。多分そうですね。動画内でハグレメットル1匹は借りたいなと思うんだけど、出てこないな、やっぱな。じゃあ次フロア行きますか。まだここにも出てくる。もう探索しちゃったけど、裏で。ここら辺出る。動く石像。動く石像。ここら辺出る。動く石像。ここも出る。うわぁ、これは封じられたな。呼び寄せて。石像。ここも出る。石像。うん。ここも出るんだけど、動く石像が来ちゃったな。この先も、これは罪か。おー、ナイス。出なかったな。どんまいですね。魔獣の洞窟4階、地下4階ですね。こんな、竹作りの。これ竹かな?よく作った、こんな長い木が、木材がよくあったの、むしろ。着きましたね、なんかね。神殿っぽいところに。おおお。封印されてんのかな?どこかともなく重々しい声が聞こえてきた。我は光の道を守るもの。あ、そうなんだ。汝の勇気を我に示せ。石像ごと飛び上がった。封印が解かれそうですね。これは戦闘フラグだな。ゴー全然守りし者って感じしないけどね。通ろうとするものを倒そうとするようなそんなイメージなんだけどな。どう行きましょうかね。とりあえずトラジャースクルトないんだよね、まだね。武闘家になってミリアの守備力は下がってる。トラジャーはやっぱり魔法使いだから低いから、とりあえず貯めてみるか。これバイキルとテンション上げでどうなるかだよな。おー、ナイス。力を貯めた。バイキルトかなり上がった。あ、やっぱり大丈夫なんだね。了解。トラジャー、まだスカラ打ちたいとこだよね。ちょっと防御レベルが低いからね。呪文バイキルトミリア特技貯める。テンション20まで来る。守備力が少し上がる。バイキルトがかかる。大地を激しく揺さぶった。うわ、強い。全身に力を貯める。もうちょい行こうか。応援、トラジャー、呪文、スカラー、バイキルト、特技貯める。50まで来たね。
本当は100まで行きたいんだけど、100には行くのはちょっと時間がかかりそうなんで、不思議なタンバリンないから。50で止めますね。さあ、スカラを放つ。全身に力を貯める。50まで行く。揺さぶった。武闘家で回復魔法がなくなっちゃったんだよね。そうそうそう。で、剣装備してないから、ここら辺も使えない。そしたらば、どうするかな。一旦回復に回したい。ベホマラ覚えてる。呪文、ここでメラミですね。でも、ここで攻撃。どれがいいかな？これ行ってみる。これで全員全回復するだろう。テンション上がってる状態の回復だから間違いないと思います。さあどれくらい効くかな。357か。ハートブレイク。テンション戻っちゃった。最悪。応援トラジャープラス攻撃呪文メラミ貯める。トラジャのテンション上げ状態のメラミ138か。あ、だいぶ変わんないな。そのまま行こうか。何？これは辛い。力を貯める。焼けつく息か。麻痺だな。よし、まあいいでしょう。特技応援トラジャ攻撃呪文メラミでテンション5だと41しか食らわないのか。これバイキルト入ってるよな。特技応援トラジャサミダレ好きルカに入れてみるか。おお、これはめっちゃ効くな。ナイス。いいね、いいね。下がれ、下がんねえか。やっぱどうルカに効かなくなってくるな。応援トラジャーブラースサミダレ好き呪文メラミで。いいね、先制取った。50まで上がったね。あ、一回外れたな。あ、バイキルトがかかってる状態だからか。了解。把握した。怒り狂ってる。トラジャに来るのか。大丈夫か？大丈夫そうですね。特技応援トラジャ呪文ベホイミー。トラジャ呪文バイキルトプラス。もうこの戦い方が定着したな。やっぱりこの旅芸人の応援いいね。応援がいいね。強いね。71。応援トラジャー呪文ベホイミトラジャー呪文メラミ。テンション高いよ。高い状態のメラミだよ。ドーン。ベホイミ。フラースもね、ダメージ攻撃したいんだけどね。あ、身構えつつ、あ、そういうことか。通りでダメージ量が少なかったわけだな。そしたら応援プラースより先に動けるか。トラジャー特技サミダレ好き呪文メラミ特技貯める。身構えつつ攻撃だからあれだったんですね。防御力これも多分そうですね。身構えてるんだろうね。だからダメージ量が減ってるんだ。でもなんか今のは見とれたからってことなのかな。解釈的には。ん？違う、メラミか。一回攻撃入れてみるか。なんか武器つけてたっけな。あ、なんかつけてる。キラピアスつけてるんだ。
女神。いいね。きた。これ大ダメージ多分。いいね。4回入った。しかも見とれてたか。応援トラジャ特技サミダレメラミ特技貯める。これは身構えてるな。ドン。よーし。まあただパターンに入ってましたよね、やっぱり。いいね。幻魔石。問題ない。ちょっと時間はかかったけど。もうちょっとレベル上げないとダメだな。主人公と、ミリアを。これか、光の矢っていうのは。これを放てばいいんですね。光の道を矢と変え、ここに収める。竜の門にて、この矢を放てさせば竜の門は開かれん。台座の上には。はい。妙に長い矢だったね。明らかに腕の長さより長い矢が。とりあえず以上なのかな、魔獣の洞窟は。そしたらば、イレミトで。竜の門に行きましょうか。ナザム。回復は裏ですればいいですよね。このまま進んじゃいましょう。花って言うけど、弓本体、棒の方はあるのかな？おっと。そこら辺は、なんとかなるか、ドラクエだから。どうやって、光を掲げ、空を射抜け、さすれば光は何時を導く。そんな弓どこにあったよ。ピャーン。まさか光の道パターンなのね。これ飛んの怖いだろうな。黒ギャル。なんだなんだ。何か強い光が村から見えたので。これは一体。すごいや。ドミールへの道を目指す者の現れしとき、象の見守りし地に封じられた光で竜の門を開くべし。むむー。あの黒いドラゴンに襲われ生き残ったというのも本当のことだというわけですな。誤解だったんですよ。先ほどまでの無礼を謝りたい。手のひらを返したようなね、この態度の変わりようですよ。人間臭いな、この村長は。グレナルと会うことができれば、手立てがあるかもしれませんぞと。やってやるさ。そういうゲームだから。やってやるさ。にしても人間臭い村長でしたね。だいたいね、正体とかね。自分に災いが降りかからないって分かれば人間は、コロッと態度を急変させるもんですからね。人間らしい人間ですね。だから、敵対してる人間にも、争う気はないよって一言言うだけで結構態度が変わったりするもんだからね。人間関係の、困ってる方へのなんか、あれになっちゃったけど。こちらから態度を軟化させるっていうのは大事なことかもしれませんね。上になんかあるけど多分あれはあれですね。アイテムがなんか落ちてるやつですね。ただ下で行っちゃおうかな。もうちょい、こっち。さてと、新しい大陸に着きましたね。竜の尻尾地方。ベホイミスライムがいますね。ストロングアニマルの色違い。アークデーモンじゃん。ハバラだ、ハバラ。ハバラがいるぞ。
ドラクエ6のストロングアニマルに変化してたのは誰だったっけな。アモスか。いや。二軸弱の色違い。マッドファルコン、強そう。女神でどこまで行くかな。お、オッケーオッケー。武闘家素早いんだな。この先に何かありそうなんで。お、今のドラゴンはさっきの魔獣の洞窟にも出てきてたんですよね。なんもなかった。あー、そういうことか。雲の巣が張ってる。マダラグモイト。じゃあ今回はここで終わります。んで、あの、多分洞窟かな、下に見えてる。あそこに行けばいいと思うんで、あそこに行きたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。毎日19時に動画更新。3年以上経過した作品のみ扱う新作タイトル縛り実況者として活動しています。チャンネル登録してない方、動画下のチャンネル登録をクリックタップよろしくお願いします。2015年は飛躍の年になりそうです。活躍に期待してください。